はい、吉田が明けましておめでとうございます。おーおー、ひぼりも霜降りってな、あの油身がこうなってるやつだな。じゃあ値段交渉しとるでしょ、だってね。俺は強引に言ってるわけじゃないから。俺はヨシには何も言ってない。目には目を、歯には歯を。あら、あ、知っとる。おい、緊急です。やばいぞ。自信なって。あ、一回ちょっと出ようか。いや、大丈夫大丈夫。でも変わらない、落ちるんで。うわぁ、せっかく一生懸命喋ったのに、もう揉けとるぞ。めちゃくちゃいい話いっぱい聞いたのに、もうめちゃくちゃいい話いっぱい聞いて、はおせちも取ってないか。そうですね。うわぁ、ちょっと後で明日課題させてきます。いや、ちょっともう視聴者の皆さん、ちょっとね、おせちね、加賀屋のおせちって、ちょっと俺後でネットで検索するんですけど、値段を教えてくれるんですけど、まあまあまあ、なんか、まあまあの、あのブラッシングの化粧がメインじゃないんですね。俺ちょっとカメラ、ちょ、編集さん、あのカメラを回してなくて本当に申し訳ないんですけど、ありがとうございます。ありがとうございます。じゃあちょっとすいません、なんかもう長々と話聞いたら、視聴者の皆さん、カメラ全部回ってなかった。こっちの自動、はい、よし、はい、吉田が明けましておめでとうございます。今年もよろしくお願いします。20、はい、入ってくぞ。はい、引っ越したの弟です。よろしくお願いします。なんでこんなに変わっちゃったんだな、俺とな。よし、お、ワンコが正月の間は来てる。おい、はい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 、おいおい、はい、明けましておめでとうございます。明けおめ、はいはい、毎度おめでとうございます。あー、おい、これ犬を押す、早いよ。あー、ふっかむな。あ、明けましておめでとうございます。ペリジュ、ペリジュマダム、名古屋ペリジュマダム。そう考えたら俺、姉ちゃんも弟もまともなの、俺だけなんでこんな風になっちゃったのか。おかしいな、まともかどうかわからんじゃん、お前。フレンチのお前マダムと、お前なあ、こんな弟だね。ある面から見たらお前が一番まともかもしれんぞ。まともじゃない、頭ぶち壊れてるでしょ。音開けましておめでとう。ポンの何やっとんの、何やっとんの、あ、何の、もうこれ絶対 YouTube からやっとるでしょ。これ何これ練習、シミュレーションの練習、ハイムの練習。何がハイム、あ、そうそう、あのこれお客さんに、うん、お客さんっていうか、あの視聴者の人、うん、おまんちゅう、俺の店からすぐだもん。そうそう、俺もじゃあこれは俺用に本当は家で食べやってたけど、うん、せっかくだでな。おーおー、これまあまあするで、多分食いだの、視聴者の人が。うん、なあ、家でもそう。じゃあ、ね、本当はこれ、あの視聴者の皆さん、きなことあんこっていう名前があるんだけど、みんなちゃちゃと黒って呼んだだろう。じゃあ名前が決まるまでちょっと変わったもんね。差し方が変わったんじゃない。俺聞いたでよ、あずきと、あずきとあんこだよ。じゃあ視聴者の人が名前つけてくれたの。ああ、名前を募集したら、うん、あんこときなことか言って、ああ、いいねって言って、俺いいじゃんって言って、ほら食べたら何食べるよ。加賀屋って、有名なの、加賀屋って有名なの、加賀屋の、あ、こういう感じね。おー、もう用に取るな、でも あれだね、用に取るな、いいね、あ、こんなの食えたんだよ、これ、キャンプするだろ。アワビ食べたことないね、アワビじゃん、アワビ入ってる、アワビ、で、これこれ取ろうか、取ろうか、貧乏に丸出してタイムちょっとやめようよ、ちょっと貧乏に丸出してタイムちょっと、ちょっとこれ逆にあのあれかもしれんよ、これで動画さ、こうやってさ、うん、わざわざこれさ、ほんとただで食えたんだよ、うん、だけどさ、もらったの、お姉の店でしょ、あ、近くなんだって言って店行くかもしれんぞ、こっち買ってください、フレンチだよね、なんだろうこれ、すごいね、これがモコミチのやつと加賀屋のやつね、これ霜降りだもんな、霜降りだもん、これ霜降りでしょ、霜降りって、あの、こんな霜降りの霜降りってな、あの脂身がこうなってるやつだな、もう早速飲んでもないのに、もう YouTube 事故でもうみんながもう全員が喋るやつだ、相変わらず実家だな、もう僕さえもう5分早々疲れたわ、うるせえのばっか、俺で従業員は気づかせて俺立ててくれるけど、でもおねえもうるさかったよね、年とともに。違う、おねえももともと喋るよ、昔はもう喋るイメージないんだよ、あとは喋らんけど、
や一応遠慮しとったんだよね。遠慮しとったんだろ今日まで。別に男だで、ね、あの興味がなかったら喋らんかったんだろう。ああ、それもあるかもしれんね。そうそうそう、うん、男に免疫がなかったで。いや、あんたのそれもあるかも。何歳でエッチしたの？何歳でエッチしたの？違うって。何歳でエッチしたかねえ。2歳言うか、何しろ。まあ、かぼしますか？あ、ほうん。かぼしますか？はい、明けましておめでとう。はい、明けましておめでとう。明けましておめでとう。明けましておめでとう。まあ、今日はおとなしいね。あ、旦那さんおらんのか、今日。うん、旦那さんいないね。あ、そうか。なんで、どうした？ん？まあ、なんだ、夫婦っていうのは。そんなことない。ちょ、なんか悪い？なんかないやろ。そんなことないわね。まあ、もうこっちこっち。立てるもの。いや、そんなことないって、女が立てる。じゃあ、こういう時もあるけど、運命共同体だから、この子、この人たちは。いや、そんなことないって。疲れとるでさ。そんな別に男も女も別におらんでも何とでもなると思っとる。共同体じゃないって。だから余計に相手を気使うがある。じゃあ、じゃあ、これもうさっき使うもん。いや、そんなことないって。気使うけど気を強いからね。気も気を通過けど気を強いね。女は一言多いじゃん。店でやっとんなもんね。これ偉いなと思う私。俺なのに珍しく褒めてくれるね。珍しく褒めた。さっきはむっちゃ私のこと気なしとった。いや、私にはできんわ。あ、それできるわけねえや。ん？にも今でも経営のこと一個一から十、一から十まで会社に来るたんびに、あれがこうだ。やらへんや、社長なんでっていうね。嘘つきやんか。本当ですよ、動画で全部言ったのか。バカじゃないの、この人。動画だからって嘘ついたら頑張れ。なんで言うやん。一切言わがねえ。反対に使われとるだけだからね、私は。うちの話しても盛り上がらんのじゃない、視聴者はそういうのが求めない。そんな俺は、あの、自分のありのままを見せるのが俺の仕事だ。それをよろよろ。うわ、あれだがね。私があんたの召使いだがね。でもさ。あ、匂いと掃除？じゃあ掃除はええわね。給料もらっとるで。うん。な？犬飼って、面倒見えんかったら私でしょ。うん。はいはい。なんで犬連れてきてるか、虫使いじゃないよ別に。夏場はね、下手したら4時にね、起きて餌やってね、散歩連れてくんだよ。今は5時。そうそう、別にじゃあそれ会社と合わせたらいいじゃん。それを会社合わせるのかな。朝昼晩。ほんでもまだうちで4個食べる。それがなんか俺が悪いみたいな。俺のせいにする。あんたが飼い主でしょ。前よ、カツオ、俺が冗談でよ、用事があって会社行ったんだ。で、その時に、普通、平日だわ。俺が冗談で、あ、もうすぐ土曜日だな。俺、連れて行ったのか、言ったらさ、あ、そう、連れてってくれるって言ってたんだよ、ほんで。誰が？あの、朝昼晩、1時間ずつ散歩連れてくんだよ。ほんでも、風呂場でうんこ食べる。いや、俺がちょっとあの外でペットのお世話代出すでもう家で買ってやじゃん。家で買ったの。いやだ。会話しろ。いや毎日は見えんねえ。あ、見えやろ別に。違う土日だで吉高が面倒見る。金土日にしようじゃん。違うかわいそうだよこいつらは。いかん吉高がもっと大変だからね。俺はヨッシーに聞いとんだ。あんたに聞いとんだ。だから毎年これの話しようか。あ、吉高で仕事してるの。吉高の給料だよ。別にみんなしてる、俺もしてる。みんなしてるでしょ、別に。俺だけしてないわけじゃない。いやいや、この犬ね。あなた犬の世話をしないじゃん。この毎日してるの。あんたとこの犬ね、お茶食いよ。犬の世話してない。お茶食い。俺は人にとってしてるよ。別に俺がしてると同じだから。あんたとこの犬、お茶食い。何を？すごい理屈だ。Bちゃんはもう、ほんとお利口さんだったもん。何が？Bちゃんそうだろ。でも料理でもそうだろ。誰かスタッフに作ってもらったからって自分のところで作ってもらうだろ。自分の店の名前だろ。自分の店の名前だろ。話が違う。話が違う。そうだな、お前カスルムからお金踏んだくったれ。世話代って言って。お金を払ったるわ。そうしろ、そうしろ。時給50円ぐらいでいいか。そうしろ。250円。俺はお前に直接頼まんもん。お金から頼むから。お母がピアネショーマイバー出すから。そりゃそうだよ。だってお前と直接やるとするとめんどくさいもん。ここ仲介する。お母がそれを使って、まあ、ヨシが使えんときはお母が。でもお母が世話するんだから、俺からしたら。そういうことでしょ？作詞なんだな。そうやってな。外堀から攻めてってお前金やったでね、どうのこうの言い訳つけてだんだん。じゃあそれは俺は別に間違ったこと言ってないと思ってお前。いやお前いいよって。じゃあこれ飴玉あげるねでもなんでもやるって言ったことやんないと怒るでしょ誰でも。
じゃあ値段交渉しとるでしょ、だって別に俺は強引に言ってるわけじゃないよ、別に俺はヨシには何も言ってない。1回の散歩で3000円でしか俺はやらないって言ってるわけだよ。ちょっと言ってね、3000円どうですかって言ってるわけだよお前。それもうわけわからんだろ、理屈が。それをなんか変にヨシからお前らがなんか仕事を全部取り上げてさ、ごちゃごちゃ言ってるで、別に俺はもうヨシとちょこちょしないよと。相場っていうのもある。じゃ相場ねえってね、ヨシとかに相場が分かんないから、そういう情報を、そんな相場がね、そんな相場なんかね。今間違ってでも参考価格でしょ。だからってそれより安いとこ床屋だってやるじゃん、ね、高い床屋ってあるじゃん。じゃあ高い床屋が悪ですか、安い床屋が悪ですか。絶対お前カツロの店のフレンチ料理のね、じゃあ高級料理店やってるお姉様として、カツロの高いのが全部悪ですか、安いのが全て善ですか。そういうこと言ってんじゃん。何ですかね、お姉ばっか働いとってね、めちゃくちゃ儲かったと今年、そのスタッフにあげる？なんか話が極端だなお前。ありますか、おかめを。違う違う、問題すり替えとらんか。すり替えてないじゃん。ヘリクスが多いもん俺。違う違う、上手だもん、すり替えの。すり替えてないじゃん。なんかいつもそうやって。すり替えてね。私がもう。誰だ。誰さ。誰。だからいやいや、俺は変によしともやらんって言っとるじゃん。俺はお母とやるって交渉。金額と仕事と甘くねえよ別に。なんだかんだ言って文句ばっかり言って、もう私が甘いって言ってること自体がもう甘くないのすでに。そう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 、甘ないんだと思うよ。いやいやいや、十分言っとると思うよ。お母ちゃんのおかげでいろいろやってもらったんだろ。いろいろやってる、やってもらっとるもあっとるの、俺もやっとるよ。えそうだけど、じゃあ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 、シーン1終わり、シーン1終わり、疲れたわ1から、はい、パティだ、シーン2、まあ多分食べやろ、食べとる、こないだ食べや、何音を一応カメラ回っとったら優しくしとるじゃん、何カメラ、何を言っとる、一番カメラ目線で考えとる、元々俺は優しいよ、食べてみるとか言ってカメラ回ってないと、そんなこと絶対言わんでしょ、お父さん一番 YouTube 見てる、好感度上げない、好感度上げに来るでね、好感度上げないかも、分かってる、ええ格好、男がええ格好しなかったらどうするの、出せんって言わんで、ああ、ああなたもね、目には目を、歯には歯を、あなたもね、お母ちゃんそれ何の言葉か知っとるの、これ全部使ってください、あなたの言葉か知らんけど、これも全部使ってくださいね、ね、あれ知っとる、おい、緊急です、やばいだろ、地震だって、地震です。そう。地震なの？あ、揺れてる揺れてる。あ、本当本当。揺れてるぞ。あ、本当に揺れてる。あ、揺れてる揺れてる揺れてる。あ、でもまあこれぐらいだ。あ、めまい。揺れてるぞ。わ、すごいすごい。あ。うちのうち。あ、結構ひどいね。ボロだね。下から揺れてる。あ、おお、すごい。あ、やばいやばい。結構来るよ。ちょっとすごいすごい。あ、まだ揺れてはいかもしれないね。あ、これここから来るぞ。阪神大震災すごい。あ、やばいやばいやばい。うち潰れる震度5で。外出た方がいいんじゃないか。あ、一回外出ようか。あ、もっと来る来る来る。めちゃくちゃ来た。マジ来るわ。あ、一回外出ようか。いや大丈夫大丈夫。でも瓦が落ちるんで。いや、真ん中におりゃいいや別に。あ、また来た来た来た。すごいすごいすごい。一回出ようか。やったか知らんか。夜景ライブー言っとるで。あ？あ、みんな出とるや。電池も全部入れとるな。風じゃねえの。あ、じゃあめちゃくちゃ揺れてましたね。ありがとうございます。ありがとうございます。すんげえ揺れてる。お姉どこだ。
津波警報が発表されました。いや大丈夫で震度4だって。今もう入れてない。大丈夫。津波警報が発表されました。石川県だって。新潟県。ああ出とるじゃん。テレビ出とるじゃん。わからんだけだわね。アホだもんあれ。自分が。じゃあそのこと生きて家のことじゃあマジあるね。出るんじゃない。石川県震度6台とる。おお。すごいが。逃げてって言っとるじゃん。向こう。石川県逃げて津波危険、津波危険って言っとるじゃん。来た来た来た。え？こっちがこっちがこっちが。あ本当だね。日本海側。津波危険逃げてって映っとるぞ。おおね。お前石川県津波に逃げてって書いてあるぞ。そうなの。逃げてって。これひどいぞこれ。津波危険逃げてってなってるじゃん。7だもん。震度7ってすごいよ。もう24時間ぐらい。福島の時でも東京の方もダメだったの？俺はそうだわね。東京の高層ビルが隣のビルにぶつかりそうになったのでこうやって揺れて。そんなことないやろ。違うって本当だって。ね、そんなことないでしょ。こうやって揺れるから潰れんで済んだの。それがカチカチで日本の建物はちゃんと揺れるように作ってあるわけ。こんだけ潰れんの、うん、よその国はカチカチに潰とるからみんな潰れとるがね。あ 日本の、まあ、日本は潰れんがね。だからあの遊び湯があんたが言ったらね、うん、うちのご飯には遊びがないって。何どういうこと誰が言った？あんたが私にそう言ったじゃないの。いつ生きるためだけの食事代って。そんなことないの？小さい時にだから、小さい時にだろ？その心は。いや、ほんで、車の運転のあれでも、ハンドルでも、うん、遊びが泣けないかんだろうって、うん。だからその建物も、うん、遊びが泣けないかんいうこと。ああ、そういうのね。ああ、な、いいこと言うの。そういうこと。そういうことね。そんな俺がいつ言ったの？そんないいこと小学校の時に中学校2年ぐらいの時にうちのご飯にうちの食事は遊びがないと言って生きるためだけの食事だってすでに到達か。もう到達するの？すごいな。おるのこれ近くにいたり知り合いが。おう、カツノム。お正月まずライブやったら。あの、ケンちゃんが誰かの知り合い。石川県の温泉街だもんね。YouTube ライブ。あ、そう。やめてくれ。一発で終わり。一緒に温泉行ったやつがさ、あれ旅行行って沖縄旅行一緒に行ったやつがさ、うん、石川県に住んのんの。うん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 。で、温泉街であのスナックをやっとるから、一番危ないんじゃない？石川県、石川県。あ、石川県。この半島だよ、この先っちょだよ、カツノム。連絡してあげてよ。ケンタが連絡したら泣いとったっつって。で、もうとにかく家におれっつって言ったけど、いやもう移動した方がいいぞって。もうすごい。多分もう最先端でしょ、あそこの。多分石川県の温泉街は。多分そうでしょ。まとめないの？閉めるわ。どうやって閉める？閉めたから。どうやってまとめるのか。はい、最後の。はい。閉め。あ、ほら。黒とお茶でも。はい。ほんで、お茶食いでかんの？今日どう？おとなしかったね。いつもこんなもんですよ。え？なんかちょっと好感度上げに来とらん。なんかお前喋るとめんどくさいな。え、普段のこと喋ると嫌だもん。普段される。いやいやいいよいつもの。嫌だ嫌だ。いつものお茶はマジで面白いから。お茶はね。あ？お茶食いでかんの。え、音？え？音？黒のお茶。もう犬の話なんかどうでもいいよ。人間と同じだ。子供が悪く育ったら親が悪いの。子供が悪く育ったら親が悪いの。それはそうだ。ねえ、おと。反省してるの？反省してる。なんで？俺が？俺みたいなやつ育ててもらって。こっからかしだ。じゃあ、視聴者の皆さんに言って。でも、毎日一応見てくれてるでしょ？じゃあ、視聴者の皆さんにちょっと謝罪して。こんな息子で産んでもらってごめんなさいって。すいませんはい。じゃあ、皆さん。まあ。本日、明けましておめでとうございます。今日も正月で、ちょっとまたね、去年がボツになったんだよな、確か。こうやってなんか、もっと、去年は使った？そういうことですか。なんか、わーわーわー言っとったら、終わってもらったみたいな。はい、じゃあちょっとテレビも映ってますんで、じゃあちょっと、小林家の皆さん、みんなで最後の締めはわかりますか？よし、言うわ。知っとるでしょ。知ったより喋りや。喋った、入り口で喋ったよね。また見てねーって。じゃあいいか、行けよ。じゃあせーの。また見てねー。はい。マロ。マロじゃなくて、ジャジャ。ジャジャ、また見てねー。ジャジャで行くわ。見てねー。ジャジャ。
あ、クロちゃんも。ちゃちゃ、また見てねーわ。はい、また見てねyou